1> 1月19日新たに岡田副総理を迎え、行政刷新会議が開かれましたぜひ、えー、有益なご意見をいただき、えー、しっかりとした改革を実現していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしますでこの一体改革と、合わせて行政改革政治改革も、これ、やり遂げなければなりません。本格的な、えー、特別会計改革を 今回示された特別会計改革の基本方針では、党配合をさららにに進め11に減らします例えば、国交省所管の社会資本整備事業特別会計、これは治水や道路港湾の整備事業などに資金の貸し付けなどを行っていますが、平成24年度末に廃止へ。 財政のチェック機能を高めるため一般会計化するとともに一部を他の特別会計へと統合を目指しますまた特別会計における事務・事業の実施にあたっては引き続き徹底した無駄の排除などにも取り組むこととしましたさらに今回方針が示された改革がもう一つそれから、えー、独立行政法人改革 いいよいよですすねそのの方向性を整理をさせていいいたただきたいと思いますので今回会議で決定された基本方針では統廃合や民営化などを実施しおよそ4割削減する方針が示されましたまたただ数を減らすだけでなく新たな仕組みを提示継続する独立行政法人を大きく2つに分けます1つは成果目標達成法人 自律的な裁量を持ち計画的な枠組みの中で所管する省庁の大臣が課した目標達成を目指しますそしてもう一つは行政執行法人国の判断と責任の下で事業を行っていきますこれらにより事業の特性に合わせた管理を行うとともに業務運営に担当大臣が関与できるなど改善が進みます従来は あの、蓮舫さんの絶望鋭い、あの、いわゆるメスの切り口で頑張っていたしましたけれども、今度は、あの、岡田さんの、えー、まさに突進力、推進力を生かした、ナたの力も、これから活用していきたいというふうに考えております。